おっそっすスカル、続きをプレイしていきます。マイクル・ベイサー、どうぞよろしく。めっちゃ魔女さん喋るね。特に変わった様子は、かつて魔王の城の最上階は議員でいっぱい、足の踏み場もないほどだったそうです。とりあえず魔王様を助けるための旅を続けていきましょう。やめてー。はい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 、タコ殴りだぜ、タコ殴りだぜ。えい、お金はそんなに集めてもあんま意味ないんかな。死んじゃったら結局ゼロやったしさ。はい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 、ゴリゴリ、ここ行くね。通れんのかい、ここで。あ、お金だっけ。次次、シャギーン。あ、まだお金だけ。そう、もうこうやって経験値をこっちいっぱい貯めていく以外に強くなる術があんまないよな。死んじゃうよ、やばいよ。あ、ちょっと3分53秒。あー、魔王の城に戻りまっしゅ。で、喋って特性の付与。あ、初めて。でもこれ特性がちょっと、物理攻撃力、魔法攻撃力。いや、最初はちょっと今物理やな。ほんでこれまた次60貯めると物理攻撃力がさらに上げれる。ああ、それぞれ結構レベルがあるんね。これは長きレベル上げが始まるってことですか。こいつほら、なんかいたよね。ああ、はい、あ、爆弾、はい、はい、痛い。結構だからレベルを貯めないと。じゃん、レベル貯めていかんと先がなかなか見えへんな、これは。さあ、なんか来い。なんだいこれ。魔法攻撃力 50% 増加。こういうアイテム、あ、アイテム系もやっぱなくなっちゃうんよね。まあ一応拾っておきましょう。あ、違う、拾う。回復する術も今んとこ、あーつ、全然ないからな。んで、今です。あ、今じゃない、あれ、あ、ちょっとあれ、二段ジャンプこいつやとできひんのか。はい、死にました。ただいま帰りました。全部なくなりました。これの繰り返しやぞ。で、レベル上げ、いやね、死んでもさっきレベル上げたやつは上がってるから。あー、これはでも結構大変だぞ、強くなるまでが。はい、強くなるまで時間かかるぞ。多い多い多い、多いです、多いです、いろいろ多いです。なーに、なにこれ。サークレット。なんか破壊したら、あれ、あ、単純になくなった。なんかもらえるわけじゃなかった。そんなのもあるよと。ボーン、リトルボーン。1分22秒しか持ってない。はい、次。お、早め、早かったね。
魔法攻撃力 30% 増加。拾います。話す、なんこれ、話す。あ、俺にはそのパープリング少女っていうのが見えてないけど、どっかいる？本当にありがとう。薬草探しに夢中になってしまって気がついたらここまで来てた。あなたは私の同い年くらいに見えるけど、すごいかっこよく戦う姿が勇ましかったよ。私たちいい友達になれると思う。プレゼントあげる。わー、え、ちゃう、見えてないのよ、この旗のせいなのか。何？ HP 回復。ああ、それはありがとう。話す。昔々人間たちは尖った歯と鋭い爪で私たちを食ってたんだって。へえ。だからみんな逃げ回ったらしいよ。今は歯と爪の代わりに武器を持ち歩いているからそこまで怖くはないよね。でもいつ私たちを食うかわからないから気をつけないと。でもあなたは肉がないから食われる心配ないよね。うっせえわ。ほっとけ。お金。お、なんか新しい面来ましたよ。ん？なんじゃここ。お、これは。調べる。聖なる宝物を貪る者は遺跡の呪いから逃げられないであろう。警告するようにささやく声がどっかから聞こえてくる。取ったらあかんってことか。騎士の覚悟。現在の HP が 30% 以下の場合、受けるダメージが 30% 減少で、忍耐と。なんかこれをやると、おそらく呪いが挑もうじゃないか。呪い拾う。チャイン。ふっふっ。え、それだけ？でもランダム、ランダムに来やがるこいつら。やりやがる。それはやりやがる。うわうわ、むずっ。で、これ潰して、これ多分潰すんやろ。ランダムにも程がある。ランダムにも程が。ちょいちょい。うわ、今がチャンス、今がチャンス、今がチャンス。よし、一個壊した、一個壊したよ。うっつ、ういじつ。いや、むずむずすー。はい、今今今今。ちょ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 、それそれ。それやばい。あ、あ、いや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 、すむず。あー、こんなのもありますよと。言ってくれるじゃねえか。お、なんか新しいやつ。ペリキャを。なんだこいつ。そんな強くはないけど、ちょっと食いきたいな。あ、ちょっと、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 ボーン。あは、魔法使い系なのかな。あ、ボーン、あ、ボーン。んで、これは爆弾兵。どんな感じでしょうか。爆弾でーす。爆弾ですよー。ボーン。あ、行きます。爆弾でーす。爆弾爆弾ですよー。うい、自分で避けまくらないと。あ、どーん。いや、難しいな。使いどころがなかなか。以上。で、お、ウェアウルフ。
移動速度とダッシュ距離が 10% 増加で、獣の跳躍、無敵状態で跳躍してぶつかった敵に物理ダメージ。行ってみましょう。ベルトリガーで、お、すごい、ブンブン、なるほど、行きましょう。ウェアウォル、ウルフです、ウルフですよ。どうなの、ウルフ、あ、いいですね。急にというか一気に強くなった感ありますけど、うわ、いいんじゃないですか。ウルフだぜ。ヘイ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 。で、爆弾ボマー、爆弾、あ、はい。でーん、これはなんだ、風の指輪、攻撃速度と移動速度がアップ。は普通にこういうのは取ってここに入るってことだよね。オッケー。お、なんかいつもと違う。あー、久しぶりにここ。そしてお金もちょっとだけ持ってるから、なんだこれ、カレオン神兵。これは攻撃ボタンを長押しすると、あ、ど、あ、ちょっとカレオン神兵は精神集中が完了すると攻撃強化、完璧な切り。一旦そっちにこれと、こう書いたらいいよね。なんか羽生えてる。強いか。そして魂放出、アークデーモンが読みの扉を開け魔法ダメージを与えます。レジェンダリー、何レジェンダリーとかのだったら、ちょっとレジェンダリー取ってみようぜ。あ、ちょあれ、今もなんか羽生えてるのは気のせい、これのおかげなんか、どうなんやろ。これを購入します。先祖の加護があらんこと。アークデーモン、これか、聖髄。よくわからんけど、ちょっとこれで行ってみましょう。君は忍者みたいな。うい、倒したい。お前をこの前なんか変なやつに負けたから、いや、うら、うら、あった、いや、うつ、うつ、何それ、何それ、これは俺のアークデーモンの力ですか、それともやっ、死にたくない、死にたくないです、まださよならじゃねえわ、避けろ、うちょん、くそいやー、結構なんか今までの感じで言うとちょっと強くなってたっぽいのにな、悔しい。アンナス特性で攻撃力はまだまだ上げれないけど、最大 HP が何これ、最大 HP が5増加。いやー、これはまだまだ。クールタイム 4%1% うーん、交代クールタイムか。いやー、 HP ちょっと上げてみようか。ドン、次は80、105になりました。
これはまだまだ大変だぞ。あっさ、なんか、なんか喋って、つまらん者たちとか言ってなんか喋りやがったな。レベル上げを結構しないと、まだまだ多分強くならんぞ、これは。空中ダッシュで、なんとかなんのかな、あれは。まだまだでも、またお金か。お金を大量に持った、なんか見たことないやついるな。アイアンゴーレム、ノーマル、鉄の拳。この辺ようわからんな。購入できひんもんな。怖い。黒い宝石があればゴールドをいくらでも貯められるって。どういうこと？彼女は俺が非常に独特な力を持っていると言ってたよ。この黒い宝石は本来、近づいたら危険だとか言われたけど、俺は平気なんだ。何も感じられない。もはやゴールドの貯金箱に見える。お金に狂ってしまったのかな。彼女はまたいつ来てくれるんだろう。150もこれ。これだって能力上げるやつやろ、この150の左側に書いてあるこの紫色のやつって。これを使ってってなかなか。100年産毒キノコ酒、HP を 1% 回復、一つのマップをクリアするまで受けるダメージが全て1。ああ、なるほど。そういうのもあるってことか。ああ、なんか根本的に強くなるやつないんかな。物理アップ。これは買おう。で、ここを来るとしばらくはもう、多分帰ってこれへんのよな。帰ってこれへんっていうか、しばらくは多分来れへんこと思うと、ある程度やっぱ勝ったりとかしといた方がいいよな。再入荷、なんもないわ。こんだけしか無理か。相手嬉しいです。よし、じゃあ行くぜ。さっきの今度こそっていうか、全然いやーじゃなくて、あ、ちょっとでも1しか食らわへんぞ俺は。ほら1しか食らわへん。チャンスです、これは倒すチャンスです。はっ、痛い。うつ、でもうつ、はいはいはい。でも今はこれしか顔面がないから、攻撃する術があんまり。はいはいはい。いやー勝つぞ、今回は勝つぞ。スッ、ナイスよけ。あはいはい、さよならじゃねえわ。回復もすんやな。あ、それせこい。まだやっと半分ぐらいか。なんだそれ。でも俺は今1しかダメージ受けないからだ。回復せこいよお前。それ強いな。うち、いやじゃねえ。はい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 、頑張れスケルトン、頑張れ。はいはい、避けて避けて、はい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 、さよならじゃねえ。2回くで回復めっちゃしよるしよう。さっ、2回か、あとちょっと。ここまでじゃねえ。いや、あ、そっ、避けろ。
痛い。でもまだ17ある。はいはい。よっしゃ、どうや。喋れたり。シーヒ。お、なんか、スケルトン盾。攻撃ボタン長押しすると精神集中して攻撃強化。あ、これ全部取れたりするのかな。サキュパス処刑能の物理がめっちゃ上がる。これはいい。はい。あれ、あら、やっぱ1個しか取れへんかったんか。そしてお前は死んだまま。あー、これで行くしかないということですな。とりあえず物理もりもりに。お、1の2。はっとやっとなんか来れたよ。これが何敵ん、あ、違うね。荒くね。アリみたいな。なんだこれは。そう、君か。彼女が言っていた小さなスケルトン。待っていたよ。君を助けることにしたから。理由は聞かないでくれ。君がかわいそうだからじゃないから気にするな。いじられてる？まあところで。君は他の者の頭を使って力を手に入れるようだな。そうです。しかし君が手に入れた頭たちはとてもかわいそうだ。弱っちいスケルトンの手に入って、本当の力を全く発揮できずにいるなんて。私に会えたことを感謝しろ。この能力は、君のような奴とは相性がいいんだ。骨のかけらを集めてこい。特別な力を与えてあげよう。君が持ってきた他の者たちの頭にしっかりと骨のかけらをくっつけて、彼らの本来の力を取り戻そう。あと一つ約束がある。私に助けてもらったことを必ずあの魔女に伝えてくれ。理由を聞くな。もう骨のかけらを探しに行ってくれ。なんや。骨のかけら、今ゼロやけどってこと？今ゼロやけど、これを使うことで覚醒ができるけど、俺は何もないってこと？おいおい。そこに戻ったりってできんのかな。しばらく歩いてて、お、なんか新しいの出てきた。盗賊みたいなやつ。ちょっと多いんだな。おいせっかくいろいろレベル上げたのによ、速攻戻ってきたね。魔女さん、あ、そうです、なんか変なやつ会いました。経験積みました。いや、そんなお話じゃなくて、あれ、特にさっきのアラクネと出会ったことは別に話広げてくれるわけではないんですね。了解です。じゃあ引き続き頑張ります。以上。司祭の十字架スタッフ、現在の HP30 が伸ばせ。そんなんも、この3分の0とか4分の0って今更ながらなんなんやろな。まあいいや、もらっとこう。僕、アラクネの覚醒をどうやってあれやんやろうな、さっきの。もっと骨がいっぱいないと多分あかんねやろうけど。これ何やったっけ？攻撃速度、そうか。いいですよ。あ、いいですよ。普段からこれぐらい速くなってほしいもんですよ。はい、何？物理攻撃魔法 10%。 こういうのを破壊すると
ああ、ただの破壊で別に骨が手に入るわけじゃないんだよね。スケルトンの槍。どうも。で、ダッシュ距離が 30% 増加。ダッシュした時点に魔法ダメージ。ライウィズルの雷。ちょっと気になるね。あとは、まあ、能力アップ的なのがちょこちょこあるけど、で、ここのやつはいい。2つマップクリアと回復か。じゃあこれやな。買います。RB。RB。いや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 。ええやん。強そうやん。多いですよ。何を取ってんだっけ。ダッシュした時点に魔法ダメージもあるしってことか。いいですね。ちょっと良くなりましたよ。あ、またしてもなんか女神僧侶的な。どれどれ、なんだこいつ。こっちですじゃねえわ。ほら、雷雷雷。いや、強っ。いや、強っ。強いです。あなた強いです。ちょっと、強すぎます。いや、ちょっと、いや、ちょっと。聖なる一撃。はい、どうも。助けてくれよー。まだ全然全然足りねえよ。いろいろもうちょっとあげんことにはな。これは盗賊の腕袋、手裏剣。よくわからんけどもらっとこう。あ、手裏剣飛んでるわ。ほんまや、いいじゃない。これダブルで食らってんのかな。そんな気がしますわよ。おいおいおい、強なってんちゃうこれは。うわー、いっぱい。いやー、やめてそれ。はい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 、いいよー。攻撃力上がってる気がする。お金、そして待ち、エントスカル。面白そう。リア王とかあるわ。何これ。お前のーなー150。なんかいっぱい、いっぱい。またなんか新しいのと出会い。サイクロプス、なんか面白そう。ください、サイクロプス。とこの辺はクリティカルだったりなんだりやけど、まあまあ一番ここやな。で、余ってるのをちょっと使って、で多分また今までの流れやと街を抜けるとボス戦だよ。あ、初期いたやつ。お前よくも今までバカにしてくれたな。いや強いんちゃうこいつやっぱ。うつ。いやーなんかほらほら、いや強い、多分強いこいつ。ちょっとうらー、サイクロプスの鉄拳。うわあ、そんなのも使えるの。おいおい、強えなマジで。はい、ただいまです。
40溜まりましたけど、なんか、聖水のクールタイム、やっぱでもな、物理な気がすんのよな、最初はな。ここよな。クリティカルもいいんやけどな。せっかくやし、もうちょっと溜めて、ちょっと物理を最初は頑張ろう。こいつ、なんか、捕まってんのか、まだ。おいおい、おいおい、おいおいよ。でもなんか、はいはいはい、話す話す。お、霧の代弁者、死んだのに動くなんて外の世界を驚くことばかりだね。助けてくれてありがとう。こういう時は何かお返ししなきゃだよね。私は霧の神様に使える霧の代弁者、恩人の君に霧の神様の加護を分けてあげる。最大 HP 増加、ありがとう。チビのスケルトンが敵の攻撃に簡単に耐えられるように硬い活力の加護を与えてください。いつかはお姉さんお兄さんたちのように立派な霧の代弁者になる。それはお前の都合やからあんま知らんけどさ。こうそんなのがあるんですね。よっ、んーショット、オッケー。HP めっちゃ上がってるわ。ただこれがおそらく死んだら元に戻るんやと思うけど、俺が死んでも戻ってなかったら激アツなんですけど、そこはどうなるのか。まずはレベル上げを兼ねて進んでいくぜ。あー、それ嫌い。お金か、お金。お、なんだこれ、なんか浮いてる。ほいほいほい、調べる。あー、なんか、あー、地域的な感じのがなんか出てきたね。うわ、グール。このスカルは必ずスキル手駒投げ。あ、いやいや、わかったわかった。これはでも別に普通に行けばいいってことか。で、これ別に今取れるわけじゃないから、あれあれ、あ、このまま無視して進むこともできるけど、このグールが欲しかったらクリアしてこいってことねー。危な、はいはい、スタで、さっ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 、はい、天才。あいだ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 、危な、危ねえぜ。はいはいはい、ガチャッとな。で、この破壊11って書いてあるやん。これ破壊すると、あー、なるほど、あれに数字があると骨が手に入る。で、問題はこの骨が手に入って、手に入ったこの骨をさっき、なんや、使えへんかったやつ、アスクルやったっけ。アスクルじゃないわ、それはなんかそれはなんか通販メーカーかなんかあったな。アスクル誰だっけ、なんかちょっと名前忘れたけど、さっきのやつにこの骨で覚醒するみたいなのが確かあったはずやから、それに使えればそこまでいければいいけど。というか必ずしもあいつ、あのアリンコみたいなやつが出てくるかどうかもわからんやんな。あれがどういう計算でなって、お、ウェアウルフ、ウェアウルフは欲しいです。行きましょう。あ、2回目の街、
ってことは次、2回目やったっけ。もうなんかすぐにここにたどり着いてるからもう分からんようになってきたわ。ダメージ 30% 増加。敵の後ろを攻撃したらけど、これは食っときたよね、やっぱ。カーリアンアイテム1個あたり30ゴールド。受けるダメージ減少。交代時なんちゃらかんちゃら。まあ、これかな。で、入れ替え。何も出てこへんわ。じゃあ、これで、行くしかねえな。行きましょう。お、新しいやつ。弓。お、臭いんだよとか言われた、なんか。はい。あ、だ。どうなの？どうなの？くっつきすぎた。せえな。生意気だ。で、離れろ。後ろから攻撃すると食らうっつってたよな、確か。あっ。開いた。この。何それ。かっこよさそうなのが。よし。はいはいはい。ちょろいちょろいちょろい。はい、ちょろいちょろい。ちょろちょろだぜ、弓。くっつきすぎるな。それさえ、近接さえなんとか避けれれば大したことなさそうよ。痛い。えい、何これ。トマト今の何？うっ。でや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 おいで。ミノタウロスオーク7秒間2倍、すげえ。 HP40、 これ多分効果ないからちょっと破壊していいかな。破壊、これでも22あるで。あなたを待ってました。前の中は暖くて気持ちがいいよ。何の話。骨のかけらは、はい、今回ちょっと持ってます。心を決めたんだね。いいよ、今の状態からして10個ぐらいの骨の骨なら十分 OK。 あるよ。はい、私の前に立って。はい、はい、何、あじゃーん。なんかなりました。なんかなったん。え、わからん。え、なんか変わった。左下ゲージ溜まって数字が2とか3とかなっちゃうな。なんか多めに溜まるんかなとか思ったけど、もう一回覚醒いけます。うわ、30個。これもまたどうなんやろう。何回覚醒したとかそういう、ずっとこれわからんな。どういう計算で成り立ってんのか。お、強い。はい。あ、でもなんか赤色になんか毒かなんかの症状が付与されてるってことなのかな。でもそんなんどれで出血ってやつ、これは前からじゃなくて
今初めてできた能力で合ってんのかな。まだまだ分からんことが。ほいほい、ウェアウルドジャ、はっはっはっ、ひゃい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 、これまたなんかいるね。あっち、これはかわいい。お、人キツネ族人、なんて呼ぶね、あれの音読みってね。ハンター、なんだ、俺を助けに来たのがお前だって。捕まる前に俺が殺した人間だけでも100人以上なのに、頼りないスケルトンを救出隊として送ったのか。冗談だろ、早く魔王様連れてこいよ。おいおいおい、え、魔王の城が襲撃されて魔王様が捕まったって。魔女はお前が助けたぞ、ふざけるな、ふざけるのもいい加減しろよ。あいつらは強いんだ、特にあの勇者。ひとまず俺が行って魔王の城を調べてみないと、他の議員さえいればどうにか防げるだろう。お前は俺の知ったことじゃない、好き勝手に振り回してみる。体に気をつけてな。あら、それだけ。うーん、なんか解放したからって、お、シージショット、攻撃ボタンを長押しすると精神を集中、あー、覚醒するには30いるって言われたからな。一回入れ替えの起こしたいんか。 OK、 いいですよ、お金がそこそこ溜まってきましたよ。お金じゃないわ、あれなんていうの、黒の何回やったっけ。これはスケルトン盾、これは破壊しとこうか。でここに来ました、爆弾はいいわ、地面中ください。とやっぱこれ飯はやっぱ食っとかなあかんよな。あ、で全然買えへんわ。じゃあ行きますわ。あれ、あいつらじゃないね、てっきりまた勇者の一味みたいな出てくるかなって思ったけど、そういうわけではない、ないというか、そういう時じゃない時もあると。うら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 、おう、うち、うん、ゆっ、ウェアウルフ杖、杖し、やりやすいわ。はいはいはい、当たらんのかい、当たらんのかい、届かんのかい。あれ、あ、人面中です、今のが人面中ですね。むずい、おいおいおい、さっ、ジャンプしすぎて上当たるとか、ロックマンのめっちゃむずいやつやんけ。お、一野さん、カレオンの縄文、なんかいんのかな。あ、普通に入っていいのか。はい、お、お、お、え、これは、え、どう見ても、あ、ちゃい、いや、遊びせこ、どう見ても、え、めっちゃ暗いやん、うちの、あいつはちょっと回復とかないですか。どう見ても俺ら身内、またあれか、身内が、あいつはなんかに操られてるみたいな設定ってことか。あたーん、くそ、粉々になりましたよ。
マジか。ああの人いる。そしてやっぱり HP は105に戻ってます。頭を付け替えるなんて面白いやつだな。これでも一度やってみろよ。ウェアウルフ。あ、え、いいの？そんなこと。石を10個くれたらもう一つ。そんなもんにゃ。そうすると最初から楽な装備ができるってことかい？話すと、この魔女はいつも通り大したことは言わない。ちょいちょいなんか缶詰一つ持ってますかみたいなの言ってるけど。昔は魔王軍の教官、オーク、ガーゴイル、ウェアウルフ、どれも良かったけど、うん。その辺のをくれるってことなのかな。あれ？このウェアウルフなんかちょっとちゃうな。捕食。敵を引っかいて魔法ダメージ。あ、違うんや。全部あのウェアウルフじゃないんや。あー、俺が見落としてただけなのか、もともとそういうことなのか。うわー、ここ、いやでも HP さ結構刻まんと、これやったらまずは攻撃力やな。で次90か。クリティカル 1% ってな。あー、魔法も上げちゃえ。この感じでまた頑張っていくしかないんでしょうな。じゃあまたこの続きプレイしていきたいと思います。頑張りますよ。ではまた、よろしくどうぞ。